じゃあこんにちは、さゆたかさん。今週の岡田監督のぼやきなんか恒例になりそうやな。もう恒例です。岡田監督にありがとうございます。まあでも監督としてはすごく面白いよね。そうなんです。やっぱ今さコンプラとかあって、はい、あんまり言わないじゃない。はい、でも誰か破らないと、うん、でもそういうものっていうのはなくなっていかないというかさ、はい、だからコンプラ気にしてたら何も言えなくて、うん、こうコミュニケーションが大事って言うけど、コミュニケーション取るとやっぱ人って傷つくよね、少なからずとも。まあそうですね、全く気づけないっていうことはないと思うんだよ、うん、でもそれを誰か破らなきゃいけないという意味では、うん、やっぱ岡田監督っていうのはすごくいいよね。そのなんかまあ素直というか、そう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 、うん、ただやっぱりこうチームを勝たせたいがためにね、はい、まあ言ってる言葉だし、まあ、ポジティブっていうふうに捉えると、はい、まあスッと入ってくるというかね。そうですね、うん、でまあ昨日の試合です、はい、DeNA との試合で、はい、まあ完封負けしましたけど、ひどかったな。やっぱ豊さんも見ててそれは感じたと。まあ DeNA、まあこれ3連敗できんぞとか思いながら見てたら、はいはい、あ、これは勝てるなと思ったよ。そうですね、だってチャンスになったら三振してくれるんだもん。いやそうなんですよ。昨日はですねノーアウトでランナーを出すこと6イニング、うん、ただその全ての回で得点圏に走者を置いたものの全く得点に結びつけることができなかった。まあそうだね、はい、で昨日は13三振ということで、はい、セ・パ通じてフォアボールを取ってる数も阪神は一番多いんですけれども、逆に三振の数も12球団最多の683個というところで、うん、まあ1試合平均 8.4 個。まあフォアボールを取りに行くとさ、はい、どうしても最初から打てないし、はい、やっぱボール球を振っちゃいけないとか思うとバットが出なくなったりするから、うん、だからこれは致し返しで、うん、まあ難しい技術ではあるんだよね、はい、うん、だから、まあ、そこまでの技術がまだ阪神打線っていうのは育ってないのかもわからないしね。そうですね。で岡田監督がぶやいてるのは、今日もボール球を振りすぎやな、ワンバウンドだからもうノーアウトで出てもな前に進めへんもんな、ランナーがだから後ろにつなぐとかな、ランナーが出ている時にフォアボール1個かミエセスのな、だからそういう結果になるんよーでまあまあそらそうやけどさ、うん、まあひどかったのは6回のノーアウト1、2塁で後続が空振り見逃しって、そうでしたね、3者連続三振って、はい、で7回は木浪がツーベースに出て、はい、三振ってね、はい、まあこれはやっぱり点は入らんけど、 でも岡田監督のこうサインを見てるとバントはあんまり好んでしてないんだよね最近。あ、そうですね。サヨナラのシーンでもさ、はい、その前日のね木浪に対して送りバントするかなと思ったら前日5打点上げてんだよね。だからその調子の良さを買って強攻に行って、まあ向こうフォアボールが1つ挟んだから満塁になって、まあ森下の犠牲フライにつながったんだけど、はい、やっぱそういうフォアボールを取ってほしいっていうことなんだろうね。そういうことなんですね、うん、だからそれはなかなかね相手もいることだしなかなか難しいことでさ、はい、だから DeNA なんか最悪の負けだよね。ノーヒットでサヨナラ食らってるわけだから、はい、だからまあそうだな、そんなフォアボールってなかなか取れないし、ただやっぱりこう監督としては理想を追求していかないと、はい、やっぱチームは強くならないしね、うん、ああいいよいいよもうこれはしょうがない、まあ、選手が一生懸命やった結果だって、うん、ほっとくとさ成長ないし、はい、だからそのぼやきっていうのはすごくわかるし、うん、まあ捉え方によっては、まあ、それが好転していくと、はい、いいなと思うよね。そうですね、うん、そのボール球の見極めっていうところではどうしてやっぱりそれを振ってしまうっていうのは、その選手の心理としてはこれはねやっぱ持って生まれたもんだよね、目っていうのは、はい、選球眼っていうのは。だからその動体視力だとか、まあ、そういうことに付随してバッターとしてのタイミングがしっかり取れてるかどうか、それによって見逃しができるとか、はい、そこからストライクと思ったら速いスイングができるとか、だから、まあ、相手の心理も読みながらそういう目っていうのも養っていかなきゃいけないし、うん、だから急にはできるもんじゃないよね。あとやっぱり記者がその佐藤輝明選手の話になった時に、まあ、最後に1本、はい、クリーンヒット出たんですけれども、はい、その他でまあチャンスで空振りだったと、うん、でそれを言った時に、まあ、いやもっと早く打ってたら先制点になっているわけだからな、まあ、そういうことやろ、最後の1本をきっかけにしてほしいそれはもう俺に言う言葉じゃないの、うん、うんってまあまあそりゃそうだよな、はい、まあどこのタイミングで打ってほしいっていうのはやっぱあるよね、うん、でも最後打ってさね、喜んでもらってても困るとかさ、うん、まあそういうこともあるしね。ただその1本で満塁になって木浪のね、はい、同点満塁ホームランかっていうところまでいってるわけだからそうです、まあこれはもうしょうがないけどね。そう、豊さんが見てて、まあ、昨日の佐藤輝明選手、まあ、三振だったりとか、まあ、最後打ちましたけど、どこがまだ自分の中で消化しきれてないんだろう。やっぱ裏付けだな、まあ、相対的な裏付けが足りない。だからこれは練習量とか、はい、経験だとか、まあ、特にやっぱその野球に集中して裏付けを作っていく、まあ、努力っていう言葉があんまり好きじゃないから俺は使わないけど、いかにやるかだよ、練習を。角中、あ、はい、ロッテのあのおっさんで今頑張ってるんだけどベテランはまあ首位打者も取ったことがあってね、はい、でもう本当にボールに対してはもうしつこいぐらいのバッティングをするよ、はい、で彼がどういうことをやってるかというと、出番がない時、出番があってももう打てん練習場で時間があったら常に打ってるってで本人も言ってる。でも早く球場に来て、はい、もうとにかく振ってるって、うん、だそれがやっぱその1打席1球ということに対しての裏付けなんだよ。だから自信がないやつはやっぱあの打席には立てないんだよ。で立ってもいい結果は生まれないんだよ。で DeNA の宮崎、はいね、俺が早く取材に行った時に牧野パッと見たらグラウンドで1人だけ T やってるんだよね。今首位打者でしょ、はい、現在はね。で怖がられてるバッター、やっぱね、みんな見せてはないけどもやっぱしっかりした裏付けを持ってんだよ。だからサトテル見たことないよ、はい、見たことないけども流れてくる話、聞こえてくる話ではそこまでの裏付けは俺はしてないような気がする。でしてるっていうんだったらまだ足りないんだよ。だからそういうことだと思うよ、人間が支えてることって。だから急に打てとかさ、はい、急にボールを選べとか三振すんなっつってもやっぱ裏付けがないとさ、やっぱ自信がないから振っちゃうよね。だからそこだと思うよ。だから時間、成長するのに時間はかかるけど、でも裏付けを取るのにはもう日々の努力を、人が1時間やるところを2時間やったら短縮になるわけじゃないね、だからそこまでやっぱりやっていかないと、やっぱ期待をしてもそんないい結果は生まれないんじゃないかなっていうのは俺は気がするんだよね。だからその根本的なところっていうところでですよね。そうだよね。だから急にその1試合を切り取ってあの時打っとけばなって言ったってこれはそう簡単にはいかないと思うよね。そうですね、うん、あと村上投手のことも話していて、まあ、記者が村上投手立ち上がり素晴らしかったですねと、はい、いやいやあそこもなと、結局ピッチャーに7番やろと下位打線で打たれているというところで、低め狙ってるんだけれども2本ともタイムリー、高め投げた瞬間やったもんな、うんというところで、もう新聞記者もいかんわ、うん、立ち上がりが素晴らしかったって、はい、結果がどうなんだっていうことなんだよ。そういうことですよね。結局ね、三浦監督も俺悩んだと思うよ。山本に送らせて石田、楠本かって、楠本2アウトでランナー来て外野フライで1点も取れない、でも送るか山本に打たしといてそれが結果出なかったら石田に送らすかって悩んだと思うんだよ。でもやっぱこれは素直にピッチャーより山本の方がバントうまいからとりあえず進めとこうと、はい、いうようなことで進めたと思うんだよ。そしたら石田が結果を出してくれた、はい。でもあの時高めというよりも俺はやっぱりインサイドに投げさせたっていうのがちょっと腑に落ちないというかね、はい、あの配球っていうことですか、うん、いやきっちり決まればいいんだけど、それが甘くなるとどうなるかっていったらああいう結果になる。それはなぜかというと詰まってもこうボールがこうなんか近い位置っていうのは当たるからね、はい、外だとなんかこうファールでカウント稼げたんじゃないかと思うんだけど、あの時はやっぱりインサイド打たれたタイムリーっていうのが、やっぱりインサイドにこだわってインサイド行ってんだよね。だから外でカウントと取りながらとか、まあそういうことができなかったのかなっていうのが俺は配球ミスだと思うよ。それはやっぱりね、打たれたくなかったら力むし高めに行くよ。だからそれも見越してのやっぱキャッチャーだから、だからそこら辺の配球がどうだったのかなっていうのは俺は思ったけどね。あで昨日のその村上投手のそのピッチング自体にはここ最近の豊さんはまあ疲れだな、まあ今までここまでね、うん、こういうふうに投げたことまあね、ローテーションでずっと回るっていうことはなかったし、やっぱり疲れを伴ってコントロールの乱れだとか、はい、まあそういうのが多少あるよね。でもともとそんなに速いわけじゃないし、まあ、タッパがあるわけじゃないから、だからそれはやっぱコントロール間違えると捉えられる、はい、まあことは多くなるやろうね。だけど高めに行くんだったら高めに意識して投げればいいのにな、バウアーみたいに。そうですね、もうバンと浮く球で浮き上がる、うん、だからもうね、俺思うけど、やっぱバウアーはサイ・ヤング賞を取っただけの配球と頭を使って投げてるよ。うわーとかやってるけどあれね、やりながら冷静だから。ああ、脳は冷静なんですね。だからあーってやりながら瞬間的に血は昇っても、だけど冷静だから見えてるから、バッターが。それはまあ確かに間違えて打たれ、向かっていくから打たれることだってあるよ。でも勝負事ってやっぱあの子は、あの子っていうかバウアーはあの子っていうタイプじゃないからそうですね、バウアーは逃げないから。だからそれが、そういう精神が彼を支えてるんだとは思うけども、やっぱ村上も一緒で、やっぱり力むね、ここは力んで高めで勝負って、やっぱ高めにいかないとダメだよ最近は。そうですね、うん、ああいうのってあれなんですか、例えばそういった、例えばバウアーのピッチングをこう見ながら自分なりに分析して、じゃあ次どういうふうに組み立てていけばいいとかっていうのは、そういうのって見本になったり。まあ見本にはなるよ、うん、ただもう持ち球の球種が違うからさ、はい、それとキレとかスピードが、だからそこら辺は自分でアレンジしなきゃいけないけど、だけどやっぱ参考にはなるよ。やっぱね、ストライクゾーンの四隅を使う、これは抜群だわ。誰も四隅を使おうとはしないけど、はい、3つは使っても4つ使うやつっていないから。あ、そうなんですか。ほとんど偏るから。へえ。だから4つ使えるっていうのは、やっぱバウアーって大したもんだと思うよ、見てるとね。だからまあそれを参考にするとか、はい、やっぱ疲れてても、でもさ、バウアーって中4日で投げても完投するんだよ、ね、だからどれだけ日本のピッチャー甘いかということだよ。それはもう骨格も違えば筋肉量もだって違うとは思うけど、やっぱ彼らもそれなりにこう保つために努力もしてるだろうしね、やっぱりやったらできるんだよ。だからそれをやっていかないとね、とは思うよ。うん、そうですよね。あとノイジーがね、昨日練習前でちょっと痛めたのかで、まあ、スタメン外れましたけれども、これに関しても、いや分からん、トレーナーに聞いてくれ、俺医者ちゃうわまあそうだ、それは分かってる分かってる監督だったらなんか知ってるかなと思って聞いてるわけだから医者ちゃうわそれは医者ちゃうわって分かっとるっつうの記者も分かっとるわねまあでも面白いよな来週に至ってないといいんですけどね。岡田監督に会いたくなったな、なんか愛すべきキャラじゃないですけど、おーおーって言ってるからな、俺と喋っててもやっぱ同じなんですか。同じだけど、怪我人がぽちぽち出てきてんな、やっぱ各球団。そうですね、疲労とともに暑さもこう上がってきてね、でまあオールスターまでってムチ入れてやってると思うけど、やっぱ相当体には来てるな、みんなな。来てますね。ふくらはぎの肉離れした選手も出てきたりとか、腹斜筋とか。いやもう多いよ、いろいろ出て、表に出てないだけで、結構怪我抱えながらやってる選手って絶対多いですよね、この夏場に来て。小原が怪我したって、トレーナーにおんぶされて、ほら次の日からなんか出てんだよ。俺もあまたやったとか思って、あれしてて、この前小原いたから「小原お前なんだあれは」っつって言ったら、なんか全身動かなくなったんですよ、ビーってなってって、なんかそれ痙攣かとか言って「つったんか」って言ったら「いやつったん、なんか硬直したんですよ」って、なんか動けなくなっちゃってって「お前大丈夫か」言って、逆に逆球じゃなくて大丈夫か大丈夫か言って、昨日もね途中から出てましたけど、打ってましたけれども、まあ大丈夫大丈夫っては言ってたけどね。いやよかったよ。でもね、こっからはやっぱ怪我人出さないチームが強いから。そうですね。そうそうそう。だから気をつけないとね。そうですね。はい。